So I want a quick word with you, Kanoa. Quarterfinals at Pike.そうですね、もう本当に今までの中の一番いいスタートっていうことなので、もう本当に、なんだろう、このハワイっていうのは一応世界に一番難しい 波なので、もうハンティントンビーチに住んでて、本当にハワイが一番スケジュールで大変な波っていうことなので、もうね、このパイプラインとサンセットでいい結果出たことだけで、今年の自信が本当に上がったことなので、これからもこのままのリズムを持ってって次の大会に向けて集中することなので頑張ります。